ジョー・ベンディックは、アメリカ合衆国出身のサッカー選手。フィラデルフィア・ユニオン所属。ポジションは GK。大学卒業後、ノルウェーに渡航し、ソグナルフットボールと契約を結んだ。5月12日、ノルウェーカップ1回戦のオーダルフットボールクラブ戦でプロデビュー。2012年2月24日、母国アメリカに帰国し、メジャーリーグサッカーのポートランドティンバーズと契約を、 結んだ。2012年12月12日、トロント FC に移籍。この取引では、ライアン・ジョンソンとミロシコ・チッチが、ポートランド・ティンバーズにトレードされた一方、トロント FC は、ベンディクのほか、2013年の MLS、スーパードラフト三巡目指名権も手に入れた。二千十五年十二月十一日、二千十七年の MLS スーパードラフト四巡目指名権との、 トレードでオーランドシティ SC に移籍。2018年12月27日、5万ドルの金銭トレードでコロンバスクルーに移籍。2019年7月19日、2020年の MLS スーパードラフト二巡目指名権とのトレードでフィラデルフィアユニオンに移籍。U-17 から U-20 年代のアメリカ合衆国代表歴がある。 2017年6月3日、2017コンカカーフ、ゴールドカップの暫定登録メンバー40人の一人に選ばれた。しかし、最終登録メンバーからは落選した。ありがとうございます。